はい、ご視聴ありがとうございます。ハレルヤクローズの津村健二です。第53回 MTG 対戦バラエティハレルヤコンバットというわけで、はい、タイトルにある通り日本一高額なカードゲーム動画ということで、本日はヴィンテージシーンの飯野さんにお越しいただきました。ご視聴ありがとうございます。第10期ヴィンテージシーンの飯野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、飯野さんといえば、森田さんを倒して神になられたわけですが、どうですか、神になられて。そうですね、結構大会に出て、ペアリングとかが発表されるときに、神に当たった、はいドミナリアですか、はい、が加入したわけですけど、結構影響大きかったってありましたか。そうです、トラックソスとか、はい、テフェリーとかが結構活躍して、ちょっと自分でも驚いたりですね。僕テフェリー最初モダンで見たときびっくりしたんですけど、ね、はい、まさかヴィンテージみたいな。テフェリーは、一つ目の能力が強くてですね、はい、ドローした上でマナドレインを構えられる。構えるカードもまたエグいね。トラクソスもかなり使われてますよね。そうですね、トラクソスは MUD も使われるカードではあるんですけれども、はい、4枚入れてる人もいれば2枚入れてる人もいて、いろいろその枚数の調整がまだ試作段階かなというところがあります。ヴィンテージレガシーと言いますと、今年の夏に日本で初めてですかね、エターナルウィークエンドが開催されるということですけど、参加されますか。もちろん参加されるです、はい、僕もぜひちょっとレガシーとヴィンテージに参加してみたいんですけど。中文字ではオールドスクールとヴィンテージ、はいはい。古いから味わいそうですね。はい、今日はそんな中からヴィンテージの対戦をお届けしたいと思います。じゃあ対戦の方に行きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ先手後手ダイスでお願いします。4、先週僕ピンドロだった。5。接戦でした。じゃあ先手いただきます。はい、どうぞ。先手やっぱり大きいですね。じゃあ接戦します。こんな感じです。ちょっと残念ながら土地がないんですけど、こうあってキーカードのこいつもちゃんとある。それ文句なしですね。100点、さらにバックアップ100点です。例の土地カードはないんですけれども、こいつとこいつのマナ加速があって、さらにこいつがコストを軽減してくれる、でかつマナを縛るものもあるのでキープですね。お願いします。はい、お願いします。モックスサバリア。モックスジェネラル。はい、どうぞ。ハーミットドリード。どうぞ。でしょ。終わりです。どうします。はい、ちょっと考えますね。はい、いきなりクライマックスから。今引いたカードこれなんですけど、これで5マナ6マナポイストキャストで、こちらから赤マナを出せばこれを打てるんですね。でこれとこれのコンボで即死っていうのを狙いたいんですけど。即死って狙いたいんですが、多分これターンが返ってこない可能性がある。じゃあセット、ちょっとランドしてますね。はい、すごい。いたし6マナ赤マナです。はい、赤仲間の1受けで2点受けます。18で1,2,3,4,5 仲間なので赤間の1受けで先行ゴーレムです。そして先行ゴーレムです。はい、じゃあ残った赤間な、はい、でこうなるんですね。これコピーが出るんでしたっけ。はい、全員が6になる。6-3ですね。全員6-3、ギリギリです。すごい。6-6ですかね。10点。通りました。はい。はい、コンバットに。はい。全然スルーで残り2です。はいです。生きてた。よろしく。全部のカードが落ちました。はい、そうなりますよね。はい。で、ナルコマイは4体が今落ちました。はい。こいつを生贄捧げて、はい。
こちらに、はい、で研究室の編教者編集教、はい、で落ちました。で、サンタを受験に捧げて天使を、はい、釣りますで誘発します、はい、で、2体出てきて誘発して、はい、ギタクシアプルーブとアンリコを対象に、はい、で、こちらにあ、あいつがいないこれが異常者でアンリコをこちらに、はい、で、勝利ですね。はい、ありがとうございました。はい、こちらはこの4枚を抜いてこの4枚再現します。大奥でアーティファクトデッキっぽかったんですけど、ちょっとまだ全貌がわからないというか、ゴージャスで、まあ明らかに包丁を利用するデッキなので、ゴージャス対策とフィニッシャーがどうしてもクリーチャーなので、クリーチャー状況や、青いカードを入れます。で3体ではダメージアタッカーでしかならないこいつと、マナを縛るのは強いんですが、自分の対策カードも縛っちゃうので、これを全部抜くことにします。これは対策ではあるんですが、マナゲーがないのでマリガンですね。こちら、全く嬉しくない3カードとレオゴルト、どんな手札にマリガンです。こちら対策カードはこの2枚なんですけれども、それを後押しするマナゲーもあるということで、うん、いい機会だと思います。はい、こちらちょっとすごいカードが初手にあったりもしますけど、まあまあ軽快に動いていけそうなのでキープしたいと思います。これなんですけれども、これ入れてる理由がどうしてもマナゲーの赤マナゲーの欲しい時に自分の土地割ってサーチしたりするんですけれども、もうすでにあるのでボトムで、はい、こちらの戦術はこいつなんですけど、まあ今手札ではあれがそれで全く必要ではないということで下に届いておりますでは、はい、お願いします。じゃあセットランド、はい、終わりです。エンドですか。しびれちゃった。終わりです。よろしく。はい、はい、うん、ありです。お願いします。はい、テーブルどうぞ。いや、そう、ここにはこんな感じです。こっちが難しいですね。こっちが今のところたまりそうにないので、横上でフォローしてます。はい、19で森の知恵、はい、そしてこれです。ありがとうございます。はい、出たら、はい、おこんなで、はい、出ましたね。がに出発します。はい、終わりです。じゃあドローフェイズにアップキープして誘発して3枚、お4点シャープ16で2枚頂戴になります。で、15です。アドカード、はい、3点は大体大丈夫です。もう、ね、トラックセット出ました。はい、では、コンバットに入ります。あまりでしょうがない大丈夫。はい、はい、する13です。はい、です。で、じゃあ、移動して3枚1枚だけ、はい、
シューターと、はい、どうぞ。終わりです。なるほど。はい。今はい。出ます。あ、起きたの。はい。うわ、レーナス。これ全員あ、ベルゴーレム。ゴーレムなんですね。書いてないけど。ついさに転職されたんで、ありました。これゴーレムなんですか、マジで。全然知らなかった。ゴーレムなんで、プレイボーにステップしてもこのコピーは。はい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 。なるほど。アイドルで茶色かったの。この4枚追加でサイドアウトして、こちら。きっと、すごいはず。使うの10年ぶりぐらいですけど。すごい、これで1本目の再現だね。伝説のカードから、こちらは対策カードがこれ1枚で、物の演出がこれしかないので投げなんですね。さっきと同様に対策カードはこの1枚なんですけれども、物を演出するのがこれ、安定してあるのでキープですね。さすがに今こいつは何の役にも立たないのでボトムです。お願いします。ガッツボールですね。はい。ミドです。はい。ドリド。どうぞ。します。なるほど。ドリマナがないかな。じゃあどうします。はい。はい。アランドだ。もっと高級な何か。ランドじゃなかった。やったランド。はい。で終わりです。よろしいですか。はい。はい。いつもドキドキするんですよね。ちょっとすべて落ちまして、ナルコンやっぱ3体を渡して解決したり。不安でしょうか。何が来るんだろう。で、はい、天使に、はい、で誘発しました。はい、次はレモンスタックにしたい。はい、時給、はい、はい、取りました。はい、では、で2連ペイしてギラクシアの調査を取りました。いや、こっちに3枚の武器しかなかったので手前にあるから確かに。はい、というわけでお送りしたアルビアコンバット第53回いかがでしたでしょうか。はい、今回の対戦では早速トラクシス、前回のドミナリアのカードが使われてたわけなんですけど、次の基本セット2019でも何か注目のカードだったりします。セマホークをやりながら封じ込め僧侶の能力を持っている1枚がありまして、それは使われるかなというふうに想像しています。でもう一つは、アクツキーガーだったと思うんですけれども、特殊系殺すカードですね。はい、あれはなぜか相手だけの効果なので、はい、相手のワークショップを、無効化するということで、使われるのかなというふうに想像しています。はい、というわけで最近はもう新しいカードバンバン活躍中ということで、おかげさまで最近チャンネル登録者数が1万人に到達しまして、からお伝えしていた YouTube スペースでの撮影企画も進行中ですので、もうしばらくお待ちいただければと思います。はい、というわけで今回はヴィンテージのインナさんをゲストにお迎えしたカレリアコンバットでした。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。